俺が俺にストライクショット。最近メグさんの企画に参加させてもらったマーピオンだ。皆さんはね、メグインさんご存知でしょうか。これ11年間ね、YouTube を続けているような超ベテランの YouTuber さんなんですよ。そんでもって自分の尊敬してる人の一人です。はい、俺こういうの嘘つきませんから、俺マジでメグインさん尊敬してます。こういうね、こうやっぱ継続は力なりですから。そんなメグさんはね、すんごいいろんなこう体を張った、マジで死ぬんじゃねえかって感じのね、まあ今、まだ死んでませんけど、もちろんね、そういう体を張った動画ばっからしいんですよ。本当にすごいなって。なんでこんなのがね、まだあんまり評価ないんだろうみたいな、もっとこう伸びてもいいんじゃないかって思うんですけど、そんぐらいのね、メグさんのね、ある企画、とんかつ屋のね、和光って店なんですけど、その店のね、品物メニューが全品で144品あるんです。それを2時間で食い終わる、完食するっていう企画なんですけど、それを踏まえてね、オフ会しようっていうことで、応募して、それでもし当選した人、約50名ぐらいかな。そんぐらいの人と、こういうシネメグさんとか、メテオ、ファルコン、バンディさんとか、ね、めぐみん TV のメンバーと、こう、ご飯が食べれるっていう、そういう企画があったんですけど、自分それに応募してみたらね、受かったっていうね、本当に。俺ね、本当にね、マジで、今年やばいなと思って、本当に。これを、この動画見てる、このね、その時間帯では、時間帯っていうか、まあそういう、あれでは、結構前の動画になっちゃうんですけど、この前なんてもうね、ミートアップになんか当たって、ヒカキンさん、はじめ社長さんや、くまみきさん、大地さんとかね、他にもいろんな YouTuber、超大物 YouTuber さんとね、こう、握手できたり、ハイタッチできたり、っていうね、そういう交流会に参加できたんですよ。俺がね、そのゼロを5個つけても、及ばないぐらいのね、YouTuber さん。もうそれだけでももうね、もうお腹いっぱいなんですよ。もう本当に半年分の運使い切ったなって感じなんですけど、それでもね、まさか今度はね、メグさんの企画に参加できるということで、もうやばいなと。まあその企画をもっと詳しく言っちゃうと、まあそのね、メグさんがその全品144品を2時間で食べて、まあ他にもメンバーいますけど、こう4人で食べて、完食できれば、自分もね、この50名オフ会に参加した人食べ放題なんですよ。いろんなものをね、飲み放題食い放題なんです。けどそのお代はお店が負担、全部こうタダです。けど、もし食い切れなかった場合は、メグさんが全額負担っていう。まあ、その結果はどうなのかっていうのは、まあ、まだ言わないでおきますけど、今は、3月1日。そして、その企画が公開されるのは3月6日らしいです。まあ、予定してます。なので、まだ自分のね、今度今撮影してる時は、まだ、なんかそういうね、メグさんの動画出てないんでわかんないんですけど、やっぱりオフ会なんで、ちょこっと映ってる。多分少なくともね、ちょこっと俺が映ってたりしますけど、ですね、まあまだ編集でどうなるかわかんないんで、カットされちゃうかわかんないんですけど、メグさんがね、マグロをね、俺にあーんしてくれるんですよ。あーん。こうね、好きなもの何みたいな感じで、マグロをね、そのあーんって食べさせてくれるんですよ。うん。まあそのシーンが使われるかどうかわかんないんですけど、本当にね、もう感動ですよ。まあできればベストは熊美希さんとか木下ゆかさんがよかったんですけど、本当にね、まあ尊敬してる人からマグロをあーんさせてもらえるっていう、ねえ、もうやばいですね。もうお手上げです。で、俺、本当にメグさん尊敬してるんで、サイン欲しいなと思って、こうやって色紙買ったんですよ。色紙とマジック。とりあえず、会場が品川のとこだったんですけど、品川初めて行って、全然なんか色紙とかどこに打てるかわかんないんで、もうひたすらね、駅中走り回って、いろいろ探し回って、ようやく見つけたんですよ。けど、まあ、最後ね、帰るときにサインくださいってメグさん本人に頼んだんですけど、ちょっと時間がないからちょっと難しいみたいに言われて断られちゃいました。けどね、そこで、なんでだよとか、オフ会なんだから別にいいじゃん、ちょいって書けばいいじゃんみたいな、書いてよって言ったら、それはもうファンじゃないです。はい、メグさんの本当のファン、本当に尊敬してるなら、その意見もね、メグさんがダメって言ってるんだから、もともとそういう予定だったかもしれない。そういう時間予定で、もうこのギリギリにもう退出みたいな、吐けるみたいな感じだから、もうサインは元からこう NG ってもう多分決まってたのかもしれないんで、まあその意見に尊重しなきゃね、ファンじゃないですよ、本当の。うん、だから俺はちょっとね、できれば書いてほしかったんですけど、まあメグさん本人がダメって言ってるんだから、うん、まあちょっと分かりましたって言って、まあ色紙は買ってしまったけど、まあね、メグさんのサインはもらえずということで、はい、以上です。まあ俺が言いたかったのは、本当にメグさんに会えて嬉しかったって感じですね。はい、で今回はね、前回この動画を上げたと思うんですけど、ですね、こう俺得ゲーム実況っていう、まあ俺のゲーム実況で、まあ直撮りなんですよ、それが。で、それで、直撮りのせいで、こう、画面がブレブレだし、雑音もあったりしたり、視聴者さん的にも、実は自分にも、不快を与えていたってことで、それをなんとかしたいって感じでね、このニセトロキャプチャを買いましたっていう、そのニセトロキャプチャの開封動画と、ソフトのインストール方法みたいな、そういう仕方的な感じの動画を上げたと思うんですよ。はい。
その時にね、最後自分はあと実はもう一つこのリセットキャプチャーでやってみたいことがあるって言ったと思うんですよ。なので今回はそのやってみたいことをやると思います。はい。で、そのやりたかったことって一体何なのかっていうとですね、あのですね、リセットキャプチャーっていうのは唯一キャプチャーボードの中でね 3DS とかそういう DS の2つの画面同時に録画できるソフトだから、リセットキャプチャーすごい人気なんですよ。キャプチャーボード業界の中でこれしか使えませんから、多分。だからね、 3DS といったらリセットキャプチャーみたいな、そういう感じで思う人もいると思いますけど、客観的に見るのに長けてる自分としては、もう一つね、リセットキャプチャーって言ったらこれなんですよ、実は。あ、これただの USB なんですけど、まあ要はね、こうパソコンにインストールするソフト、それがその、あの、あれですよ、リセットキャプチャー自体なんですよ、本体。なのでこれは何なのかって言ったら、もうただのね、改造版 3DS しかないんですよ。うん、本当にこれがね、一番こうインパクトあるんで、これがリセットキャプチャーみたいな感じだと思うんですけど、あの、思われる方もいると思うんですけど、実はこれね、あくまでこう、あの、リセットキャプチャー用でこう録画できる用の DS ですね。ちなみに一応2つ持ってるんですけど、まあね、あの、これは全然普通の DS です。なので、これはプライベート用の DS、普通に使ってる 3DS、あと弟に貸していい用の 3DS。で、これは、撮影用の 3DS、リセットキャプチャーね、改造版。で、弟に絶対貸しちゃいけないやつ。弟に貸すとね、必ずなんか、壊れて戻ってくるんでね。もう絶対これは、この撮影は絶対貸しません。貸すならこっちって感じで、それで使い分けてます。そんなことはどうでもいいんで。俺が言いたいのは、リセトロキャプチャーイコール改造版 3DS って、意識が強すぎて、リセトロキャプチャーって 3DS しか録画できない。3DS 用の録画ソフトがリセトロキャプチャーだと思い込んでる人が多いんじゃないかと思うんですよ。俺は、そうは思わない。ソフトを発動させて、まあ、起動させて、これで USB でパソコン繋いで、で、このやつに、これね、改造版 3DS でこう入れるようになったこの穴にブスッと刺して、それで録画できるんですよ。なのでこれはリセットキャプチャーじゃないです。ならばこう、これね、一応つなげるやつはあります。で、ソフトもダウンロードしました。つまりこれに USB をザクッと刺して、パソコンザクッと、この中に入るゲーム機器なら、あの DS 以外もね、録画できるんじゃないかって思ったんですよ。なので今回はね、あのこの 3DS の録画はできたっていうのが前回の動画で証明したんで、これ以外のゲーム機ちゃん録画できるかっていうのを検証してみたいと思います。はい。うまくいけばね、ゲーム実況を全部直撮りじゃなくて、ちゃんとね、ちゃんとしっかりしたあの画質で捉えることができます。はい、楽しみです。うまくいけばいいですね。うん、特に俺がそう思ってます。では行きましょう。青いコンビニで会いましょう。今ね、パソコンの画面が真っ暗なんですけど、これちゃんとリセトロキャプチャーのソフトが、ね、今起動してます。デバイスが接続されてませんって書いてあります。今からね、このケーブル、このケーブルと PSP をね、接続したらどうなるかって感じですね。さっき全然ね、自信満々に言ったんですけど、根拠はないです。普通に PSP 対応可能ですとも、別に見たことないし。はい。ちょっとやってみましょう。本当にお願いします。PSP をまず起動して、このね、うわ、ちょっとめんどくさいな。接続します。はい。ちゃんとこの真ん中のね、穴があるんで、PSP の。ここにケーブルを挿すと、はい、どうなるか。はい。大丈夫か？なるか？頼むぞ。え？ならない。これデバイス接続してるよ。USB モード。え？ならないの？え、待ってよ。いろいろ調べてみました、iPhone で。iPhone で調べてみたんですけど、やっぱり PSP ではできないみたいです。はい。でね、PSP、これ今停電ってね、さっきデバイス接続したような音が出たんですよ。けどそれはあくまで、PSP のね、ゲームデータとか写真とかビデオをこのパソコンでコピーとか移行するためだけのモードらしいです。さっきの停電っていうのは。うん。実際にこれ表示することできないみたいです。いや、恥ずかしい。けどね、俺は諦めません。一応 PSP はね、無理って言ったんですけど、調べてみたら、それとはまた別にこうね、パソコンで映し出せるような方法があるみたいなんで、ちょっとこの後撮影後ちょっといろいろ調べて、ね、俺とゲーム実況で PSP の実況しても、ちゃんと直撮りじゃなくて、みたいな感じに、しようと思います。はい、青いコンビニで会いましょう。はい、一応プレステ3は起動いたしました。はい。でね、このケーブルね、リセトロキャプチャーで買ったケーブル、普通の USB ケーブルなんですけど、普通のね、マイクロでもなく、これめっちゃ長いんですよ、マジで。だからこういうとこもね、ちゃんと届くんですよね。さあ、あれ、これどうやって届けんだっけ。あれあれ、これ待ってこれどうやって刺すんだこれ。あれ、今でしょ。青いコンビニで会いましょう。まあ Wii を起動しました。そして Wii 本体ですね。はい。そしてリセットキャプチャーと、ここ、
はい、これで準備万端ですね。でね、まずね、この穴があるかどうかですよね。うん、まずそれすら怪しい。まずいやー、ちょっとね、 PSP ができなかったとかまず絶望的ですよね。けど DS ができるってことで、まあ、Wii もね、同じ任天堂なんでね、期待したいですよ、マジでお願いしますよ。で、ここは SD カードはじゃないでしょ。あ、一応 USB あるんだ。 USB あるみたいですけど、穴がない。ポンポン。もう本当にね、もう本当に。でもね、でもできると思うじゃん。分かってますよ。もう自分今逆ギレしてますよ。もう今自分が逆ギレしてるって分かってます。自覚してます。さっきまで散々ね、なんか俺は客観的な見方に長けてるんでとかね、皆さん、大体の皆さんはこうニセトロキャプチャーイコール 3DS みたいな、それで意識してるみたいなことをね、すんごい息だかだかと言ってましたけどね。もう本当にね、もう本当に謝罪でしかないですね。これは本当に本当に申し訳ありません。確信してたからこそ言えたんですよ。本当に正直半分、もう9割ぐらい確信してました。だって何度も言いますけど、だってね、ニセトロキャプチャーってだってパソコンのソフトじゃないですか。 3DS じゃないんですよ。だからこれパソコンね、繋いでこう起動させて、ソフトで、あとはこれに この穴が刺せるやつ、これのさせるゲーム機器はもう全部録画できると思ってたんですよ。もう構造上そうに違いないと。けどそのソフト自体がもう DS 以外受け付けないような感じだったんでね、本当にね、 PSP もこれはね、もう絶対あったわみたいな、 USB あったわって思ったから、まあ普通に PSP 挿したんですけど、けどなんかそういう表示はできなかったし、プレステ3もね、これもなんかあったなって、プレステ3もなんかこれ刺せるやつあったなと思ったんですよ。けどそれね、プレステ3本体じゃなく、プレステ3のコントローラーでした。はい、もうバカですね。もうバカ、もうね、ここまでね、もう天然を発揮しなくてもいいのにって感じですよ、本当に。で、 Wii はね、この穴すらないと感じですね。もう本当に申し訳ないです。もう俺もね、悔しいよ。もう本当にストレスでもうハゲちゃうよ。でもハゲてるんですけどね、ハゲてました。まあでも少なくとも 3DS はまあ録画できるってことなんで、まあこれから DS のゲームをゲーム実況するときはこのニセドキャプチャー使っていきますけど、けど自分ね、前回の動画で言った通り、最近自分コンプゼに目覚めたんで、本当に DS はこうやってちゃんとしたやつで撮るけど、プレステ3とか PSP は直撮りで撮るみたいな、そういうバラバラなの大嫌いなんですよ。ちゃんと揃えたいの。何かがキャプチャーできるやつだったらもう全部キャプチャーできるようにしたいの。だからこれからもう徹底的に調べてね、調べ上げて、今持ってる全てのゲーム機器をキャプチャーできる、自家撮りじゃなくてキャプチャーできる方法を調べてみたいと思います。はい、なので何か知ってる人がいればね、これいいですよとか、そういうキャプチャーソフトいいですよみたいなあれば、本当にぜひコメントにお願いします。マジで本当にお願いしますって感じです。はい、今回はそんな感じですね。もう本当に検証大失敗というか、本当に俺も悔しいし、全くね、もうね、何の動画だったの話ですよね。結局何の成果も得られませんでしたって感じですけど。それでは今回は以上。本当になんかすいませんでした。こんな動画にお付き合いいただき本当に申し訳ありませんでした。はい。じゃあ